はい、ここが海川ですね。水がないね、全然。今、ちょうど18時ですね。ここの地区が御手洗と言います。以前もね、サクッと歩きましたね、この辺りね、大井とセットで。御手洗はなぜ御手洗かというと、神宮皇后が三冠出兵の際に、まあその時に妊娠をしてですね、お腹の中には、応神天皇がいたそうです。東区、菓子の方から、東区原田の方にね向かってきている時に陣痛が来たそうです。腹痛で原田になったそうですよ。それで産む場所はね、もう海八幡宮がある海町となっていたんですが、まあその途中こう通りまして、んで、まあ、手を洗われたと、だから御手洗とついたそうです。もう空港すぐそこ。今日はノーマルに降りてきてますね。風があるときはね、逆のね、板付け側からね、降りてきますよ。そんで、まあ、手を洗って、その後、海町に向かうわけですよ。で、海町、海八幡宮で、応神天皇をお産みになったので、産む。で、海町となったそうです。番号ね、あ、だけど大雨だとやっぱり結構氾濫するんだね、ここはね、うん、これできたのがだってまた平成元年って、もうつい最近やんね。前も言った通り、私が昭和45年生まれなんで、昭和のものとかは全然まだ最近なんですよ。私から見て古いなとか思うのはやっぱ江戸とか、それぐらい。あ、ここに由来が書いてあるね、八幡宮。ほんと飛行機がね、ガッと入ってくる。ただちょっとここ撮影スポットとしては、逆光、やっぱりね、こう那須港あたりとか横にね大きな公園があるんですけど、そこら辺がねめちゃくちゃベスポジ。そう、この地区ね、ちゃんといろんな放送が入るんですよ。あ、ブドウが鳴っとる。そんな季節か、かわいいねブドウって。で、ここ今裏道なんですけど、右側に68号線から続く道があるんですが、めっちゃくちゃ混みます。一車線だし、朝、夕、いや、下手したら昼も混んでるなぁ。ちょっと一旦出るか。結構ね、ここの地区はね、マンションが意外にたくさんありますね。で、この先が二股瀬っていう地区なんですが、二股瀬は、まあ、川の瀬がこう二つに分かれているんで、二股瀬と言います。この御手洗は昔、御手洗駅っていうね、廃線になった勝田線の
駅でもあったんですよ。ここら辺じゃなくてもうちょっと奥のイオンがある方ね、ちっちゃいイオン、福岡東か、そこに配線跡が、まあ、緑道で残ってますね。ちょっと先に行ったら東区と吉塚は博多区になりますね。あ、見たらいいって、あそこに交差点に書いてますね。でこのラーメン専門店ゴリゴリが結構美味しいって聞いたんで、今日はちょっと一人なんでここで食べていこうと思います。またね、昭和レトロな、これ2階建てのアパートかな。ちょっと行ってみよう。別に小さくても問題ないんで、社会全体を通して。あと餃子も頼んでます。魚入りました。いただきます。ヤマメです。あ、はい、あ、ありがとうございます。うん、あ、おいしい。あ、めっちゃうまい。うわ、うん、おいしい。私ね、豚骨したのスカンタイ、これちょうどいいわ。あ、おいしい。うん、でこれが餃子5個で350円ですね。ちょっと餃子食べようか。もうラーメンに餃子は好きもんや。餃子餃子いただきます。うん、具がねすっごいまろやか、美味しい。あ、これ私好みだ。うん、あっ、なんかテレビでなんかジャニーズのなんちゃらやっとるけど、あ、昨日もね現場に行ったけどね、まあ、いろいろあるわな。うん、うん、チャーシュー、肉も美味しい。チャーシューめっちゃうまい。うん、やわらかでね、こういう塊のニンニクもだからたまに入ってるわけですよ、潰れなかったやつが。あ、美味しい。私ねニンニクは食べとるけんね、多分風邪とかひかんっていう。バカは風邪ひかんって言うけど違う、ニンニクは食べとる。おいしい。あ、おいしい。スープもめちゃくちゃおいしい。一応メニューにこだわりは書いてますね。え、はい、美味しい。いや普通はなんかスープとか結構カロリーがあるんで残すんですけど、あ、めちゃくちゃ美味しい。ちょっとスープにこだわってっていうのはありますけどね。でもスープ大事よね。ちょっとドロドロしたっていうかね、はい、いうのが。え、8時間そうですね。だけどその油をこうなんスープにもう絡めるっていうか、にしてないけん、こってりしてないよ、なんかさらっといただけるよ。大体はもう油と一緒に炊くけん、そうそう、だけんこってりするっちゃうね。おいしい、なんかさらっとして。だけどその外した油を、うん、スープをこう、まあ、調合するときに乗せて、うん、上
油の膜を作って提供する。買い玉してもね、スープがずっと熱々に上がるので。そうね、これは美味しいわ。あー、めちゃくちゃ美味しかった。マスターも気さくで、みんないい人よ。このさ、丸山酒店気になる。自分が酒ね、飲まんけね、飲むんやったらこういう、角打ちみたいなところに行ってみたい。この通りがね、このちゃん、空港方面までずっと奥ずっと混んどるよ。ちょうど日差しが眩しい時間ですね。三田台は一丁目と八丁目がありますね。あそこにもさ、中華があって、あそこも気になるっちゃうね。で、ここはまっすぐ行くと、箱崎で、右に曲がると、飯塚方面、左が天神方面ですね。ね、なんかでかい店とかは意外にあるよ、買い物の飲食も。今日チャリンコで行くか迷ったんですけど、結局歩き。まあでもいいよ、歩く方が体にいいし。ああ、この時間やっぱりこの道もめちゃくちゃ混むね。だから福岡東イオンがある方面にね、今歩いて行ってます。ここ少々は、何になるんだろう、ちょっと来たの、二股瀬か、ね、全部歩いてるんですけど、まあ、サクッとしか歩いてない場所もあるし、路地入ってないところもあるんで、まあ、定期的になんかお皿行ってくる。旧地名はなんか新丸町かなんかになってる。いつもね、電信柱をすごい気にして見て、この旧地名をですね、こう見ながら歩いてるんですよ。こうやってね、書いてあるの。ただちょっと黒くなってるけど、これは新バル町ですね。福岡は原って書いてバルって大体読むんで、春日バルとか白木バルとか長者バルとか全部大概バルです。あ、でもこれぐらいのなんか時間好き。なんか今日の終わり的な。あ、これ吉塚通りって言った。607号線ね。 OK。 ここのゴルフセンターとブックオフも多分昔からあるよ。なんか焼き鳥とかいろんなお店ができてる。例えばミスターマックスがあるでしょ、トライアルがあるでしょ。買い物めっちゃ便利。ただやっぱ車ないときついかな。カラオケもある。一人でね、行く人とかおるもんね。私は一人でカラオケとか行かんな。そこにボーリング、ゲームセンター、バッティングもあるし、地区遊びも OK ですね。明るいね。でも今何時になった？今18時45分。まだ全然明るい。
なんかね、用水路がね、いっぱいあるじゃん、この地区って。で、結構ね、あの奥の方はさ、工場も多くって。吉田って書いてある。あ、吉田地区なんやね。意外にね、歩いてみんとか、中の地区とかのね、名前までわからんもんね。楽しいわ、歩くの。少ないのはカフェとか少ないね、この通りは。二股瀬に、星のコーヒーがあるぐらいかな。で、ここがパチンコ屋でですよ。で、うん、この道、よく見ると線が入ってるの分かりますか。ここにまず1本線が真ん中入ってるでしょう。そしてここも入ってますよね。ここが廃線跡ですね。こっからずっと多分緑道の方に道が続いてるんです。だからもう途中途中は一般道になったりしてね、ちょっと分かりづらいんですけど、私が歩いてるのは昔の線路の跡ですね。意外に広いな。でもこんなもんか、電車って。だからここから同じ位置で渡りますよ。ちょうど分かりますか。ここからのここですね。ここが、元の鉄田線の廃線の跡ですね。昭和60年に廃線になりました。多分この方向ぐらいかな。ここですよ。昔はね、ここ電車が通ってて、んで多分この辺りかな、三たらい駅っていうのがあったんです。廃線の跡は緑道になってることが多いですね。ここ散歩道やね。まあ、ただここはね、綺麗に整備されてるんで、昔の痕跡はねないで、あの締めとか末とか、あのあっち側はね、結構まだ痕跡がね残ってたりするんですけど、橋脚の跡だったりとかいろいろ。ここはもう綺麗になっとうけんね、ないね。だけ最後勝田駅まで電車が行ってたわけですよ。海のトライアルがある場所が昔の勝田駅があった場所ですね。意外にさ、廃線歩き好きですよ。まあ、ここはね、歩きやすいけんね、いいね。ここ住所が、別府北か。
花水木、木が花水木、え、これかな、めちゃくちゃいいの、優しい香りがする。市内とかにはね、枕木とかさ、そういうのがまだ残っとったりするじゃん。でもこっちの工場とかも意外に古いよね。なんかないとかいな。いや、てか、えらい古いよね、この工場。痕跡見つけました。これですね、杭がありましたね。工部省の工という字がね、入ってますね。これ必ずね、鉄道があるところにはね、杭が打ってあるんですよ。このライトが気になるじゃん。これ結構古いかなとか思うけどね。さあ、大通りに出ますよ。ここが昔の廃線跡です。